どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。本日4月15日の相場は、よりから30分で大きく下落からの全戻しという、まあ、非常に大きな動きとなりました。前日にまたアメリカの方でね、金利が大きく上昇したことを受けての動きになってますが、これで昨日見た上昇フェーズの転換が崩れたのかどうか。 昨日に続いて各チャートで考察していますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速4月18日日経225オプション考察始めていきましょう。はい、えー、本日のメニューです。今日もチャートは一目均衡表とマックリーですね。それからオプション手口、先物手口と見て今日の着眼点という形で進めていきます。 はい、えー。まずはライブのお知らせです。昨日もご紹介をしましたけれども、毎週土曜日21時から YouTube ライブでライブをしております。ですので、明日4月16日の21時、ライブを行いますので、お時間ある方ぜひお集まりください。いつものように、この YouTube のアプリのコミュニティ機能のところにね、質問なり何なりの,あの枠を作ってますので、何かありましたら書いておいてください。よろしくお願いいたします。はい。えー、もう一つ、Discord チャンネルですね。 え、こちら、無料の掲示板ということで、オプション投資ラボのディスコードサーバーね、ディスコードチャンネルを開設しています。え、まず、このね、あの、アプリでも、それからパソコンですね、Windows でも Mac でも、まずディスコードアプリ。 無料でダウンロードしてください。そしてディスコード側で無料のアカウントを作ってから、この動画の概要欄に招待コードを貼っておきます。アカウントができた状態でその URL 踏んでいただくと、もうそのまんまディスコードのオプション投資ラボのサーバーチャンネルにつながります。今ね、非常に皆様、あの、貴重なね、こう情報とかを書いていただいていて、あの、まあ、特にオプションの方はね、もう非常に濃い。 情報交換されてますので、えー、まだの方はね、ぜひ、えー、っと、お越しいただいて、でね、全然遠慮せずに、えー、どんどんなんかね、書いてみてください。よろしくお願いいたします。はい、えー、それでは4月15日、相場外況からです。えー、今日はね、冒頭でもお話をしたように、朝よりからね、すぐに387円ぐらいかな。 387円安ぐらいまで一気に押したんですけれども、まあ、そこから400円ぐらい戻して、最後は78円安、マイナス0.29%で27,093円。まあ、なんとか27,000円を、ま、奪還して終えたというような形になっています。え、トピックス1896.31、マイナス11.74、マイナス0.62%。今日もトピックスの方が下げが大きいんですね。ですから NT 倍率は上がってます。 これ、最後のコーナーでチャートでお話をします。で、最後マザーズですけれども765.73マイナス16.51ということで -0.4。3%まあ、今日は3。指数揃ってほぼね似たような下げ幅ということになりました。 次に、売買代金ですけれども、今日は非常に減ってきました。まあね、アメリカが休場ですから、その影響もあったんじゃないかなと思いますけれども、当初プライム2兆448億円ということでね、2兆円スレスレになってきました。スタンダードも554億円という形で非常に少ないですし、グロースも1619億円ということで、まあね、あの、ここは、 普通ぐらいですけどね。まあ、全体的に今日は出来高が少ない中、ね、ちょっと上下に降ら,降らされたという形になっています。え、次に恐怖指数ですけれども、ビックス22.70、じりっと上がってきました。それから日経平均 VI は、まあ、今日は100円安にね、満たないんですけれども、プラス0.84ということで、また20を超えてきて20.81。まだでもね、22以下ですから、えっと、荒れてはいない。 っていう感じですねここから上がってくるとまた要注意になるので、ちょっとね、ボラティリティの方はえ少しまたピクッと上に動いた、まあ、そんな一日になっています。はい、えー、それではここからは日経平均冷やしのチャートを見ておきたいと思います。 ね、そこを打ってから3日連続要線ね、ずっと陰線だったんですけど、今度はね、要戦に変わっては来ているんですけれども、今日も下から始まって要線だったんですが、前日比で80円弱マイナスという形。そしてこの赤い25日移動平均線まだ上昇続けていますが、ここが27,092円。そして今日なんと終わり値が27,093円ということで、 合ってる合ってますね。はい。ということで、まあ、わずかに25日線は踏ん張ったという感じで、5日移動平均線がその下にありますから、まあ、今ね、なんとか5日、そして間にこっそり50日があって、その上に25日、25日まではなんとかね、上ギリギリという形なので、これ、形だけ見れば、25日線そのものはこれ上昇してきている中で、株価踏ん張ってるんですね、その上で。ですから、ここはまだ、 今日ねこれこのまんま今日400円安とかになって、5日移動平均線も割り込めな流れになったら、ま,またここでね、こう下落っていう形になってたんですけど、やはりね、地合いが強い中、戻ってきてると、き、まあ、昨日の動画でも、えっと、いろいろね、こう上昇に向けた反転サインが出たよっていう話をしたんですけれども、やはりね、地合いが強いときってのは、こういう動きになりやすいんですよね。 はい。ということで、まあまあ、あれ、あの、そんなに強いわけではなく、上髭もつけてますから、まあ、微妙な感じではあります。微妙な感じではあるんですけれども、まだ短期上昇に、ふあの、上昇トレンドに復帰してきて、まだね、踏ん張ってると。ただ、モメンタムは、まあ今日ね、ちょっと下げたわけなので、まあ、ゼロラインよりもね、超えていけない。なので、やっぱりちょっとね、まだマイナス圏でこのあたりえ、弱い形で戻りきれてない。 まあね、金利の上昇さえなければもうちょっと強く上昇できたんですけど、まあ不意に昨日からまたね、大きな金利上昇になってきている。この辺最後のコーナーでお話し,しますけど、まあ、それによって非常に難しい形になってきたなという気がしています。はい、えっ、ー、と、一目均衡表も昨日ね、これ抜けて、あの、雲を抜けたので、またあの三役好転という形になったってお話をしたんですけれど、今日は雲の上は うんと、なんとかね、雲の上限、これもすごくちょっと線がね、被ってるんですけど、雲の上限は27,034円。終わりね、27,093円ですから、雲の上は維持をしたんですけれど、転換線が27,135円になって、転換線は下回ってるんですよね。というような状況になっています。まだね、でもギリギリ、あの、雲の上にはいるので、三役後天を踏ん張った形なんですが、ま、今にもね、 これあの、ちょっとでも下がれば、もう雲のまた中に入っちゃいますし、えっと、転換線がね、じりっと、まあ、そんなにあの上がってこれない中で、えっと、9日のね、平均の基準線の方は、これ、上がってきてますから、今度は転換線と基準線がね、基準線がまた上に出ちゃう。 という形になれば、今度は転換線が基準線の下に入ることになるのでえ、一つ形が崩れるということなんですね。なので、雲の下になってもダメだし、基準線が転換線をね、抜いてしまってもダメだしということで、あの、風前の灯しみなんですよね。なので、まあ、そんなに強くない。三役交点維持だけれども、強くない。一方で MacD はじりっとヒストグラムは下げてきているので、まあ、やはりね、こう、反転下げ止まりの、こう、 雰囲気にはなってきてる。上根も重いけど下根もしっかりしてるような形になりつつあるということですね。はい。えー、それではここからはオプションの手口を見ていきたいと思います。まずは海外勢合算ですが、え、今日海外勢は、まあ、ざっくり言うと、コールサイドは買い越し、プットサイドは売り越しと、まあ、ちょっとファーですけどね。ということで、まあ、あの、軽く、 コール買いのプット売りみたいなバランスなので、上目線という形になります。ただ、これ昨日からね、お話をしているように、まあ、枚数もそんなに大きくないので、まあ、言うほど、言うほどね、動きが出てるわけではなく、27000円にコール買いとプット買いが両方あると、まあ、ちょっとプットの買いの方が多いんですけれど、ただ、その上はね、またコール買いの枚数で、これもう大体いい枚数もそんなに大きな差がなくなってきているので、27000円を軸に、 どっちも買いなんですね。まあ、ちょっとプットは2万六千円のところに若干売りがあるんですけど、まあ、全体で見たらこれ枚数少ないので、まあ、基本的にはね、万千、今ちょうど本当に2万七千円のね、この辺りで ATM うろうろしてるんですけれど、 S, S q に向けてまだまだ少し火がありますが、ゴールデンウィークがありますけどね、えっと、上か下か、やっぱりね、どっちかに動くっていう形で、あのどちらも買いが入ったままで、で売りがそんなにまだね、上がってこないということになっていて、どっちかに動くんだけど、どっちに動くかわかんないよねっていうバランスになってて、まさにチャートもそんな感じですね。 昨日、まあ今日上昇してればね、これ形多分だいぶ変わってた気がするんですけど、コールの回もね、もうちょっと入ってたと思うんですけど、まあそこが相変わらず弱いということで、オプションもどっちかに最終的には動くと思うんだけど、どっちに行くかわからんという27000を軸にどっちかに動くでしょうっていう、まあ、そりそらそうでしょうって話なんですけど、まあ今そんなバランスのまま結局今週1週間ね、動いてきてしまったという感じになっています。 はいえ。次にゴールドマンです。ゴールドマンは今日もコールサイド触ってこず。一方で、プットは ATM のところ200枚近く、198枚ですけど、プット27000円を買い越し。一方で、その250円下、26,750円のプットを400枚売り越し。ただし、こちらね、ちょっと火曜日だけ開示からずれましたけど、先週の金曜日まで357枚買い長っていうのは、これはまあ、 JPX の、ね、残高開示で明らかになった数字なので、まあ、400枚売り決済をしたというような形ですね。売りを入れたというよりは買ってたものを決済したと。で、その分もう少し上を買ったっていう形なので、まあ、いずれにしてもね、こちらも2万7000円を境にコール買いとプット買いが入ってると。ただ、下はね、これ結構プット売りを入れてきているという形なので、ここね、その下2万6875が えっと、これも残高337万円の売りのまま、ね、その下を買いを解消してきたみたいな形なので、2万七千円を境にね、これどっちも買いだったものがちょっとその下にプット売りが入ったので、まあ、どちらかというと2万七千円からね、少し上っていう風にバランスは変わってきたんですけど、ですけどね、ただ、 上もそんなにコールも買いが入っていないので、引き続きゴールドマンは27000円から27500円ぐらいのところを、まあ見ているようなバランスのまま、あまり変わってきていないと。まあそんな感じになっています。はい。え次にアムロです。アムロは今日は、うん、とコールサイドは ATM 近辺を249枚売って、で、ファーを530枚買ったということなので、まあまあね、あの、まあこっちは遠いので、金額ベースで言うとほぼほぼね、一対一的な あのパターン。で、一方で、プットサイドはね、結構、えー、がっつり ATM の下ですけどね、買い越し、買い長という形なので、まあ、あの、日中のデルタで見ても、アムロが、うんと、一番ね、今日はデルタマイナスに降ってきてるので、ちょっと下に入れてきたっていう感じにはなっています。ただ、こちらも2万七千円を軸に、上はね、今日ちょっと2万7千250のコールは249枚売りを入れて、まあ、このあたりね、2万7千250とか2万7千500円近辺、 は、売りと買いをこうね、交互に入れているという形ではあるんですけど、その上は結構ね、一応まあプレミアムがまだ ATM に比べるとね、安いところを枚数入れてるんですけれど、いずれもね、これ、あの、やっぱり買い長同士なんですよね。だから27000円から、まあね、上は1000円、下も1000円ぐらい。 ね、プット側はね、これ枚数がバンバン増えてるんですけれど、これ一応デビットスプレッドの形。ちょっとね、26,500のプット買いの方が枚数が多くなってきたと。今日ね、こっち26,500を456枚買って、で、ここがね、ちょっとね、開示から外れてるので、2日間。 なのでね、同じようにここ300枚、400枚売ってきてる可能性があるので、おそらくね、デビットスプレッドの、まあ、バランスはあんまり崩してないような気がしますが、いずれにしても27000からね、上と下、まあどっちに行っても、それからどれだけ行ってもいいような形にはなってるので、どっちかに動いてよっていうところはね、ゴールドマンとか海外勢合算の動きを見ても同じような形になってるというようなバランスで。 はない、かといいううふうに見ています、はいえー、最後は先物です。今日は日経平均マイナス0.29%、トピックスがマイナス0.62%、えー、ラージプラスミニの日経平均型先物、まあ、わずかね176枚の買い越しということで、まあ、海外勢で見るとほとんど、まあ、売りも買いも拮抗したという形で。一方でトピックスの先物は1207枚の売り越しということで、 え、1,031枚の売り越しですね。なので今週は枚数はね、それぞれ多くないんですけれども、5日間緩やかにね、全体的には先物は売り越しだったっていう1週間にはなっています。はい。で、えー、っと、個別で見ると、買いが、うーんーと、ゴールドマンサックスですね。2万、千3 0 4枚。え、バークレイズが1,594ということで、4桁以上の買いはこの2社だけ。 で、ゴールドマンも結局ですね、えっと、5日間通してそんなに大きくね、売りと買いでどっちかに触れてはいないということになっていて、まあね、1000枚ぐらいかな、買い長になってるんでしょうけど、あんまり動き出なかったと。で、あとは、うんと、売り方の方で JP モルガンが1929と、モルガン・スタンレーが3197という感じですけれども、モルガン・スタンレーもね、これ1週間で見るとほとんど、 売り買い拮抗しましたし、JP モルガンも拮抗してるんですね。なのでまあ今日そこそこ枚数が出たところってのは週の前半開いしていたものを売り決済しただけという形なので全体で見てもそんなにねどっちかに動きが出てないし、個別で一週間横軸に見てもそんなに大きな流れが出ていないので、ちょっとね、今週はこの記事課の合算しただけでは何かこうね動きとか手がかりっていうのはあまり見えてこなかったなという一週間になりました。 はい、えー。それではここからは今日の着眼点ですけれども、まあ、昨日ね、動画でご紹介をした反転トレードサインですね。上昇についていける、まあ、そういうポジションを取れる形になりましたよという話をしていたんですが、まあ、今日はね、朝方から下がりました。ですから今日の動きでどう変わったのかを見ていきたいと思います。そして、まあ、今日の主役というか、昨日のね、要因は、やはりアメリカの金利でした。しかも長期金利の方です。 そうなれば、ソックスとナスダックどうなったのそしてそれが日経平均にどういう影響を与えるのか、まあ、その流れで見ていきたいと思います。はい、まずはこちら、アメリカの10年債利回り、え10年金利ですね。こちらえ、昨日金曜日から、えっと、大きく上昇してきています。 で、えっと、この10年で今、2.827ですね。なので、直近の高値にまた迫ってきているというところで、まあ、金利が上昇してきたので、あの、いろいろね、崩れてきたということなんですが、もっとね、見ておきたいと、見ておかないといけないのが、超長期の30年の方ですね。こちらが、2.91、92近くまでもうね、上がってきています。ここで、まあ、特にね、この30年の金利が大きく上昇してきたことによって、 でまあ、残念ながら金曜日、ソックスですね。アメリカの半導体指数ですけれど、ここが急落しました。せっかく木曜日、大きくね、要請引いて下げ止まったよね。しかも、3月14日につけた直近の安値は割らずに済んだよねって話をしてたんですが、まあ、金曜日、残念ながら金利の急騰と,とともにソックスを大きく下げて、マイナス2.91%、また3%近い下げだったんですね。 ということで、3月14日の安値も割り込んで、下髭もつけずということですから、非常に厳しい形で、まず半導体が崩れました。そうなると、当然ナースダックもね、金利上がってますから厳しいよね。特に30年の方の金利がぐっと上がってきてるので、これは厳しいよねということで、マイナス2.14%。こちらも木曜日に上げた分を全部吐き出しています。 なので、まあ、ナスダックとね、連動する、今度は日経平均も厳しいよね、ということで、朝方からね、こちらは日経平均の5分足です。今日、4月15日の5分足ですね。前日からギャップダウンをして始まってで、そこから約10分。 もう、ね、これ5分足ですからね、9時から9時5分の足、9時10分までの足の中で、これね、この、えっと、終値、ね、昨日の終値から387円、まあ、400円近く下げるところまで突っ込んで、その後ね、9時30分過ぎから急騰して大きく戻していって、ね、これもう朝方10時半前ぐらいには、 前日比プラスまで行ったんですね。ただ、そこまで行くと弾かれて、結局またね、ずるずるずるっと全場下げて、で、終わったんですけれど、5番に入るとまた2万7千のところまでぐっと戻して、で、最後は2万7千を挟んでね、一進行って、 代で最後は万をちょっっとと超えてて引けたという流れになってますですからね、やっぱり前日、ソックス、それからナスダック、そして金利上昇という流れを受けて弱かったんですけれど、やはり地合いがしっかりしているっていうのがね、影響しているのは多分にあると思うんですけれども、まあ、一気に買い戻されて、しっかりとね、もう昨日のところまで戻ったと。でそこからまた少しねこう、弱くなったんですけれど、まあ、最終的には今日一日あんまり下げてない形で終わっているので、まあ、このあたりやっぱり やはりね、25日戦そのものは上昇してきている中で、株価も25日の上をキープしているっていうのは、この前のチャートでお話をしましたから、やはりね、そういう試合の時は、こういう動きになりやすいんですよね。だからちょっと、このあたりで、まあね、朝、すごく短い時間軸でやってると、まあ、ここは非常に難しい流れだったんじゃないかなと。全場これ下手したらね、往復ビンタ食らっちゃうような流れだったんじゃないかなと思います。 で、こちらも昨日の動画でお話をした MMA リボンによる反転サインですね。昨日、まあちょっとね、暗い方の緑ではあるんですけれど、要点がついて、ようやくね、これまた買い向かっていけるかな、短期買い向かっていけるかなっていうサインが出たんですけど、で、今日も引き続き緑なんですが、珍しいサインなんですね。あの、一個だけというか、間にできちゃった赤なんですね。あの、この下から連続するっていう形になるんですね。この時間軸、あの、 これね、冷やし、あ、違う、MMA がね、5MMA から、えっと、90MMA まで18本のね、あの、MMA というかね、移動平均線で並んでるわけなので、こう、次第にね、こう、赤になったり、青になったり、緑になったりするときって、下から順番に伸びていくんですけど、こうやってね、真ん中だけポコッと、 また赤に戻るみたいな、しかも明るい方の赤ですからね、非常にこう珍しい形で、なので、ちょっとね、これ、えーと、戻ってくる中でも、んっていうサインがついたりしていて、まあ、ちょっとね、あの弱いというか、微妙なサインが今日点灯してるんですね。引き続き上昇継続なんですけど、んっていうところがこうやって点灯してるという、なんとも言えないね、形になってる。 そしてこれ昨日の動画でお話をしました NT 倍率です。えっと、NT 倍率は14.2倍がレジサポで、で、ここね、うん、と水曜日かな、タッチして、木曜日超えて、 で、今日株価は下がったんですけれども、さらに、えっと、NT 倍率14.29まで上昇してきました。今日ね、日経平均の下げ率よりもトピックスの下げ率の方がちょっと多かったですから、NT 倍率としては上昇。で、直近の高値圏にもう近づいてるんですね。株価はまだ全然戻せてないんですけれど、NT 倍率だけでいくと、ちょっとね、強くなってきてるので、ここを見ると少しまたね、上にじりっと、あの、下値を切り上げていくような形になるんじゃないかなっていう期待が、 この NT 倍率からは見て取れるんですけれども、一方でね、トピックスのグロースバリュー指数は今日また腰折れしました。まあそらそうですよね、ソックスが崩れて、あの半導体ハイテクグロースがね、金利上昇で崩れてますから、あの、やっぱり今日はグロースよりもね、あとバリューよりもグロースの方が弱くって、またレンジの加減まで押し返されてきました。で、こうなってくると、やっぱり日経平均は、 ね、弱いんじゃないのという形で、まあ、なかなか上値が重いんじゃないのっていう形になってきているので、まあね、NT 倍率とこのグロースバリューで、まあちょっとね、あの、真逆の動きになって、本当に日経平均が、えっと、強く上に行けるのか、ずるっと崩れてくるのかも、ね、どっちもどっちみたいな状況になってると。で、もう一つ今度はね、日経平均の EPS。 ね、今、決算がね、ずっと進んできている中なので、また毎日 EPS がどう変わるかっていうのを注目してるんですけれど、まあ、今週ほとんど変わってないんですね。2080円近辺で上にも下にも行かない。まあ、むしろ決算が進んでるので、願わくばね、EPS がまた2100円以上、えっと、奪還してくれるような動きになってくれれば、少しまたね、日経平均自体も、底堅く上がっていけるんですけれども、これが動かない。 決算が進んで、も動かないで今基本的に PER は13倍、PBR は1.2倍ぐらいのところがね、居心地がいいという状況になってしまっていて、13倍、PER が13倍だと2 7100円だし、PBR が1.2倍だと2 6870円。だからこれぐらいでね、すごい乱暴な言い方したら今これぐらいで株価動いてるんですよね、残念ながら。なので EPS が上がってこないと、ここがそもそも切り上がっていかないよね。なぜならば今13倍ないし、1.2倍ぐらいまでしか買っていってもらえないわけですからね。で、ただちょっと前はね、これ PBR が1.25倍ぐらい、PER が13.5から13.8ぐらいまでは、 まあ、いい時はね、買ってくれていた。なかなか14倍まではいかないんですけど。ということで、それに当てはめると、28,150円と27,990円。まあ、つまり28,000円から28,200円の間ぐらいということなので、まあ、なかなかもう今ね、13.5倍まで買ってもらえないんですが、仮にちょっといい流れになって、13.5倍まで買い進めてもらえれば、それでも28,000円ぐらいが、今のね、この単純に EPS から見たら、 まあこれぐらいじゃないのという気がします。ですからまあ少なくともね、まずここが2100円を超えていくような形で上がっていかないと、まあ株価はなかなか上がっていかない。まあやっぱりね、なんだかんだ27000円ぐらいで少し今は居心地がいい、そんな状況になっちゃってるんじゃないかななんていうふうに思います。はい。ということでまとめですね。えっと結局強弱入り混じりになりつつあって、上値が重い,重いけれども底値は硬い。 ま、いつものあれですね、三角持ち合いの形。ただし、底根の方がね、切り上げて、下根切り上げてきているということなので、25日線の向きとか様々なチャートのサインから見れば、短期はもうちょっと上昇して戻してもいいんじゃないのという状況にはあります。 でね、まあ、日経平均、今日はわずかに 25MA の上を維持できたので、さっき言ったね、形でなんとかなんとかって形なんですけど、トピックスはそもそも 25MA はね、超えられてないので、まあ、ここも日経平均がなんとかね、あの、NT 倍率は上がっていくんだけれども、まあ、トピックスがなかなかね、強含まないので、まあ、日本市場全体で見たら、弱いというかね、上も下も動けなくなってきたなという気もします。 で、金利が上昇したらすぐに株価が頭打ちというかね、上値、ね、叩かれるっていうのが、まあ、木金で分かっちゃったんですね、改めて。ある程度木曜日なんかはね、金利上昇も折り込みつつあるんじゃないのみたいな、割と強気な発言も出てきたかなと思って、その後金利が上がったら、ほら見たことかと。 あっさり売られてしまうというところでね、やっぱり2万7千円ぐらいがもうせいぜいだというところなので、これ以上金利が上がってくると、これ以上っていうのは、10年ね、アメリカの10年再利回りでいくと、2.85から87とかね、30年でいくと2.95とか98とか、まあ、このあたりまで上がってくると、またナスダック日経平均ともに上値が重い、上値が重いで済めばいいですけど、またね、ちょっとずるっと下の方に売られてくるという流れになり かねないのでまあ、なかなかね金利が一旦今の水準ぐらいで止まれば少しまたね株価も下値を切り上げながらねじりじりっといけるかもしれないんですけれど金利上昇の流れがねあの月曜日アメリカ3連休明けも含めてね動いてくるとなかなか日経平均もね含めて上値、ね、重いぞという風うにイメージをしておく方がいいんじゃないかなという気がしています はい。ということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンを。そして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね